て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は劇場版仮面ライダードライブ、ムービー対戦フルスロットルに登場したライダーについての動画となります。劇場版限定ライダーだな。はい、そんな春映画の方に登場した劇場版限定ライダーは、ゾルーク登場ガルパンガンナーを用いて変身する、ウルパン。でおなじみの仮面ライダールパンです。名前と見た目からして、どう考えてもあの怪盗のアルセイヌルパンがモチーフだろうな。はい、変身者のゾルーク登場も劇中では伝説の怪盗、アルティメットルパンとして世に名が知られています。変身者自身も怪盗なのか。特徴的な剣部に装着されたフィルメタルラインは、フィルムのような見た目になぞらえて、ルパンガンナーを通じてキャプチャーエネルギーを放出することで、対象をフレーム内に閉じ込める技のシャッタードエディションを発動することができます。フィルムのコマの中に閉じ込めることができるのか。また、胸部のプレミアメールチェストは、攻撃を受けた際の衝撃を分散し内部機能へのダメージを軽減する役割を持つほか、胴体を覆う宝石型のエネルギーシールドを展開することも可能となっています。よく見たら体中に宝石が散りばめられているぜ。ゴージャスなライダーだな。マスクにもカイゼルヒゲの形をした排気装置のマスタッシュモールドや、頭部のシルクハット型の装甲のエクスイレーサー、防御用マントのスティーラーマントなど、こちらもルパン要素を引き立たせていますね。ボディの色合いが赤と黒と金、某ペルソナもそうだったけど、やっぱりルパンってこの色合いなんだな。使用する武器は変身アイテムでもあるルパンガンナー。銃としてはもちろん、ルパンブレードバイラルコアを装填することでブレードモードでの使用も可能です。あ、なんか超マシンチェイサーに似てるなこれ。また、物質をデータ化して取り込む機能を持ち、倒したロイミュードを吸収、ボディのみを眷属として再生する機能も備えています。いろんな機能があるんだぜ。必殺技はアルティメットルパンスラッシュで、ルパンガンナーブレードモードのグリップを押し込んで発動します。ルパンガンナーから斬撃を飛ばし相手を攻撃するパターンと、歯にエネルギーを込めて相手を切りつけるパターンがあります。っていうか、そもそもなんでゾルークはルパンガンナーを持ってるんだぜ？彼は仮面ライダーになりたかったので、ロイミュードからブレイクガンナーのデータを盗み、それを元にルパンガンナーを開発しました。自分で作ったのか？ベルトさんの関係者なのか？いえ、全然関係ない人ですね。なのに仮面ライダーのシステムを作れるってすごすぎるだろ。もともとアルティメットルパンことゾルークは、現在では高齢の老人で、年老いて全盛期の力を失いすでに怪盗家業も引退していました。ですが、グローバルフリーズによってロイミュードと仮面ライダーの存在を知り、その力に魅せられて行動を開始します。序盤では仮面ライダーは秘匿情報のはずだったのに。時間軸的にはゴーもいない時期だったので、さすがは元怪盗ですよね。そして、ドライブやロイミュードのことを調べ上げ、ベルトさんが生前制作し封印していたサイバロイド 3Z を発見します。サイバロイド？ロイミュードとは違うのか？最初はロイミュードと戦うため、このサイバロイドに魂をインストールしようとしていたのですが、制御するための精神力が足らずに断念、ベルトに魂を移すことにしました。そういう経緯でドライブドライバーになったのか。しかしゾルークは強い精神力で魂をインストール、全盛期以上の力と不老不死を手に入れたため、次に憧れの英雄である仮面ライダーになろうとします。ですがその正体が、自分より精神力が弱くベルトになった男と、そいつに力を分け与えられて浮かれている青二歳であると知った彼は、落胆、激怒しました。そりゃゾルークと比べたら年齢的には青二歳だけど、しんのすけはドライブとして市民のために立派に戦ってるんだぜ。そこでゾルークは、彼らから仮面ライダーという英雄の称号を奪うために行動を開始し、世間を騒がせ特上化とドライブに挑戦状を叩きつけました。ああ、でもあれなんだな。ドライブを認めてないだけで悪のライダーってわけではないんだな。本来の彼は悪人からしか盗まない、殺人は決してしないという義賊として名を馳せた怪盗紳士でしたからね。ですが本人の自覚がないところで、3Z のボディの影響を受けており精神が暴走状態に陥っています。サイバロイドを動かせはしたけど、やっぱり精神的には汚染されていたのか。
はい、最初にしんのすけと戦った際、変身解除に追い込まれても挑んでくるしんのすけに対して、人を殺すのは主義に反する。だが殺されはしないだろうと思われるのも嫌だなと言って殺害しようとしています。まあ舐めてかかられると腹が立つっていう気持ちはわからなくはないけど、殺人はダメだぜ。また、二度目の戦いの時も、タワーにいる一般人の落札と別の場所で吊るされているキリコの命を天秤にかけさせるなど、もはや紳士ではなくなりました。英雄になりたいのは本心だったとしても、人の命を軽んじる奴に仮面ライダーの名前を預けるわけにはいかないんだぜ。はい、一度目の戦いでベルトさんを失い、心が折れたしんのすけでしたが、それでも再び立ち上がり、キリコに変装したルパンの正体を見破って追い詰めます。変装もできるのか、まあルパンだもんな。そしてドライブドライバーも再起動したことで、再びドライブへと変身したしんのすけはベルトさんと心を一つにし、ルパンを打ち破りました。敗北した彼は潔く負けを認め、仮面ライダーの名をしんのすけに返上し、爆発しました。サイバロイドに汚染されてたものの、ベースは紳士だったもんな。と、ここで消滅したかに思われましたが、事前にロイミュードからバイラルコアを盗んでおり、それに自分の魂を再インストールして生きていました。しつこいな。再インストールの影響か、サイバロイドの影響は消えており、元の紳士的な人物に戻った彼は、しんのすけとの再戦を予告し去っていきました。憎めない悪役というか、本当の意味でルパンっぽい立ち位置になった感じだな。その後は幾度となくしんのすけに挑戦状を送っており、彼のミニカーや飴を盗んで追いかけっこを繰り広げていました。犯罪のスケールが小さいぜ。かまってちゃんかなと思いますよね。しかしロイミュード100がゾルークを襲撃し、ルパンガンナーを奪い仮面ライダールパンの名を語って犯罪を犯した際は、しんのすけと協力してルパンガンナーを奪還、二人でロイミュードをやっつけました。おお、最終的に共闘したのか。ただ、襲撃の影響でゾルークのコアは崩壊寸前で、ロイミュードを倒した後は静かに消滅しました。せっかく共闘できたのにな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。